こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、東京都は、中央区になるんでしょうか、茅場町駅に来てます。地下鉄東西線と日比谷線の駅ですね。ではですね、茅場町周辺を歩いていきたいと思います。ね、改札の前と思ったんですけど、改札の前が思ったより狭くて、なのでちょっと離れたところから、ね、撮影を始めてる感じです。これがね、茅場町の交差点ですね。新大橋通りと永代通りの、ね、ちょうど交わるそういう交差点です。で、角はねお蕎麦屋さんがあって、僕はなんか 3,4 回ここのお蕎麦屋さん入ったんですけど、なかなかいい感じで美味しかったです。茅場町というと何か、まあオフィスビルが多いのかなっていう感じもするんですけど、まあ、やっぱり職場が多いんで飲み屋さんとかね、そういうのも結構あったりするんですね。こんな感じでね、なんかこっち行って伊達の蔵、なかなか凝った作りのお店ですね。炭焼き牛タン煮込み地酒、どうしありません、刺身盛り合わせおすすめ。なんかこの辺も洒落た作りのお店なんですけど、なかなか癖のあるカラオケ接待付き飲み放題、モスカ。ゲスカですね。ゲスカ。ゲスカです。
渡ってみましょうか。この通りはね、東京駅の方までずっと抜けていけるような道だったと思います。次の大きい通りはですね、八丁堀の交差点ですね。大阪焼肉やっちゃん、やっちやん茅場町駅。ここクスハッチンですよね。しまって、そっち川越えたところもね、飲み屋さんとかあるんですけども、こっち行ってみましょうか。ここは飲み屋さんですか。では花丸木、お味噌のメーカーですかね。こういう昔ながらのお家、長屋なんでしょうか、お家が連なってて、ここはお店みたいですね。
個のお店。なかなかね、老舗っぽいお店がこの辺りは多いと思うんですけど、もつ焼き屋さん。位置的に言うとね、こっち行くとね、茅場町の駅ですね。ここは中華料理屋さん。そしてこのビルはなかなか趣のあるね、ビルで有名なビルだと思うんですけど、川沿いにあるね、下半分とかが石造りみたいな感じなんですかね。Nihonbashi。これがね、先ほどの雰囲気のいいビルですね。そっちにも串ハッチがあるんですね。柳でこう光ってるところが、なんかね、面白い人もいるし、なんかね、めちゃくちゃね、ベローチであったりとか、あと今お二人さん串ハッチに吸い込まれていきましたけど、いろんなところにありますよね、串ハッチ。この道は近道なのか茅場町へ行く、結構人通りが多いですね。このお店は和食居酒屋時丸新川店。そうそう、ね、この辺からね、茅場町っていうより新川、この10年ぐらい前新川住んでたことあるんですけど、こっからですね、隅田川のあたりまでを新川っていう、言ってない、言ってない、怖っ。
なかなかね住みやすかったんですけど、まあ、スーパーとかはねあまり近くになくて、ただでもそこにね昔はなかったんですけど花まさができてるんで比較的便利になったんじゃないかなと思います。あとはね八丁堀の方にね丸越が24時間やってたりとか、まあでもそれぐらいですね。あとプチ丸越とかがあるぐらいですかね。でも川を越えたら新川なんですかね。これはシンカは1丁目の交差点ですね。そしてですね、この道をですね、まっすぐずっと行くと箱崎、東京シティエガターミナルでしたっけ、なんで新川住んでるときはですね、成田行くのも、羽田行くのもね、かなり便利で、そこの東京シティエアターミナルまでね、行けば、あのバスで、リムジンバスでですね、成田にも羽田にも行けるっていうんで、よくねそのシティエアターミナル行きのバスに乗るとですね、CA さんと一緒になるっていう、あの CA さんってだいたいなんか黒のリモア持ってて、当時はもうこの辺はねこういうお店があったりするんですけど、北海道花の舞、ここはバターロール、ここもなんか綺麗になったような気がしますね。昔はもう少し古いビルだったと思うんですけど、あ、そうそうそう、CA さんとね、大体、なんかよく、バスで一緒になるっていう。なんか雰囲気がね、もう全然、旅慣れてる人感がすごいんですけど。なんで、この辺りはね、結構 CA さんが昔は住んでたような、そんな、イメージが。なんか多分羽田にも成田にも通いやすいところっていうので、それはちょっと言えないんで。
ああ、今もこのお蕎麦屋さんやってるんですかね。亀島八丁堀の方行くとね、亀島橋ってありますよね。昔からこのお蕎麦屋さんある気がします。そこの花丸うどんも15年前もね、確かありましたね。でこの、まあ、歩いてる道をです、ね、まっすぐ行くと水天宮に行くんですね。人形町、人形町でいいんでしょうか。この花丸うどん昔からある気がしますね。茅場町の辺ですね、よく来てたラーメン屋さんとかあったんですけど、最近調べたらですね、もうなくなってて、結構美味しかったんですけどね。確かね、この辺りにあったんですけど、もうね、15年とか前なんで、まあ、店とかも変わりますよね。
すごいなんか唐突にコインランドリーがあって、しかもまあまあ稼働してたりとかして面白いですね。この辺りもなんかおしゃれなお店が増えましたね。消えた神社、ちょっとあそこ行きましょうか。そこにプレナス、ホットモットとか弥生軒をやってる会社ですよね。それは多分本社ビルだと思うんですけど、昔はねあそこの1階がねホットモットでなかなか綺麗で立派でね良かったんですけど、いつの間にか弥生軒になりましたね。よく新聞で兜町という名前がこう新聞を賑わせてましたけど、あんまりもう兜町って聞かないですもんね。もうネット取引、オンライン取引になってしまったから、そんなにこう証券取引所とかもフォーカスされることはなくなったのか、あまり聞かなくなりました。で、三の比枝神社、なんか町の真ん中にあるこうひっそりとした神社で、比枝神社、比枝大神と菅原大神、菅原の道真稲荷大神、大神、大神、全部は読めないので、ちょっと気になる方は、読んでいただいたらいいかなと思うんですけど、なかなか雰囲気が良い。石の鳥居ですよね。ではですね、この辺りで、撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただいたらですね、いただけたらですね、チャンネル登録、いいね押していただけると嬉しいです。今週はですね、東西線の、駅をですね5つ、まあこの辺りのね駅はまあ乗り換え駅とかだったりするんで、いろんな路線が乗り入れてたりとかするんですけど、まあ東西線の駅をね今週5つ、九段下、竹橋、大手町、日本橋、そして茅場町ですね。まあなんかこう下町感っていうのは全然なくって、
まあ、本当整備された街っていうそういう感じなんですけども、まあ、なんか、まあ、歴史をね結構感じれる場所だったりとか、まあ、昔からある街なんでね、あのやっぱりそういう、まあ、昔はこういうもんだったんだみたいな感じを楽しめたらね結構面白いんじゃないかなと思いました。そう今回はね平野正門校の首塚初めて行ったんですけど、なかなかねモダンな雰囲気でちょっと面白かったんですけど、あ大手町編の大手町のね、動画でねその辺上げております。合わせてねご視聴いただけたらと思います。本日もご視聴ありがとうございました。